続きまして、ラジオネーム大ちゃんママさん。昨年から夫の転勤に伴い広島に来ています。独立した息子たちはそれぞれ東京で頑張っているようですが、このご時世なかなかリアルタイムで会うこともできず、知り合いもいない広島でこの番組を聞いて思いを馳せています。地元のヨガスタジオに通うことが今の楽しみですが、インストラクターがいつも最後のシャバーサナで、体はマットに沈め心は自由に旅をしてと言います。そうして今晩も Traveling Without Moving、 リクエストはアートガーファンクルの Perfect Moment をお願いします。しばらくはこの土地に根を下ろしてゆるゆる行こうと思っています。ありがとうございます。そうですね、年を取ってから知らない場所に引っ越すっていうのは、面白さより不便なことの方がもしかしたら多いのかもしれませんけど、でも広島って瀬戸内海で美味しい海の幸もたくさんあって、古い建物や街並みも残っていたりして、僕はとても好きなんですけども、ぜひ休みの日とかにローカル線とかに乗って海沿いを旅してみたりですね、してもらいたいなと思います。